サクラ D3、カスタム RWD、リビルドその6です。サクラ D3 を軽量化のため、リビルドします。オイルダンパーもオーバーホールしておきます。オーバーホールのついでにダンパー長を少し伸ばしました。オイルはモトクロス競技用フォークオイルを使っています。スプリングを装着します。シャーシにオイルダンパーを装着します。オイルダンパーの動作をチェックします。オイルダンパーをナットで固定します。ステアリングリンケージの長さを調整します。ステアリングリンケージは必ず左右同じ長さに調整します。左右の長さが異なると左右の最大切れ角が異なったり、またアッカーマン調整が左右で揃わないため非常に難しくなります。キャンバー角も確認して調整しておきます。今回は以上です。次回に続きます。